それでは今度は、芸仙という文字を書きたいと思います。だいぶ慣れてきた様子です。それでは一旦保存します。それでは引き続き書いてみたいと思います。若干この侵入との間がちょっと離れてますので、また IH ペイントで加工したいと思います。